ここに泊まっていいのかよ。ああ、もうやめたやめた、気になってしょうがない、わしも行くぞ。おなめしたちがホテルに入ったそうです。そうでなくちゃ面白くありません。さて、まさかこの中に毒が持ってあるんじゃ。そんなせこい大会じゃないよ。おなめしの分か。いつの間にかね。何ゲストはいいね。退屈な開会式や説明会に出ないで済む試合でさ。明日お前たちはそのカップと同じ運命だ。何？ゲストに選ばれるほどの人間だ。何かある。ただいまより暗黒武術祭を開会いたします。さっさと始めやがれ。1回戦第一試合の終了場です。木曜開始。待ってたよ木曜開始。そこでも血が出しやがって看護作業が。うっとろしい殺気だぜ。本当にここのどっかに来てるのに。ボタンさん、ユウスケのせいで死にかけたんですよ。冗談はよせよ。あの薄がちっこいガキがエンマか。おいおい、あんたクエンマの旦那。戦いのみが会話であることも承知ですな。当たり前だ。強引に同行させられたのだ。グワグって言われちゃった。はじめまして、よろしく。戦い方と両チームの対象の話し合いによって決めていただきます。愛におめえがやれ。遊びは長く楽しみたいから。男の対決は対マンが一番。裏飯では先方前へ行ってくるよ。俺しかいねえだろ。なんだ、一番弱そうなやつが出てきたな。みんなあんだけおちょくってやった。やりますか。こいつ、こんなスピードじゃ俺には通用しねえ。今のうちに霊剣で突き殺せばいいもの。私の弟だもの。なんと立ち上がりました。試合続行です。正直言って裏を書かれたのは事実。デビルヨーヨー。デビルヨーヨー、すごいよ。来た。ヤストメイトで真っ二つよ。カップを全てバラバラに意思通りに動かせるのさ。こんな風にね。リンク選手、圧倒的な強さです。クラム、お前の特訓も無駄だったな。まあ、戦いは今日だけじゃないし、そろそろ決めるか。てめえ、おろせ。眺めはどうだい。バカ野郎、おろせ。クエンマ様こそ言ってください。けわしがか。どどかえんな。妖怪のための大会だ。妖怪が何を。おいこらちめ、どうだったらもう一度正々堂々と戦え。どうせ、こらえの高さだな。目的は霊気の剣を自由自在に操る。それではカウントを取ります。ワン。これで六誘拐変わる一勝だぜ。まさかこんな手こずるとは。レイス、なんだ、なに。あーい、ヨーヨーは。レイス、まあ戦い終わったらな、体育館の裏で待ってろ。嫌なこったい。クラマ、ちょっと痛い目に合わせてやるなんて考える怪我するぞ。そんな言い方ないじゃない。そうじゃボタンちゃんが裏飯の代わりを。大ゴミじゃないんだからね。大した使い手でもなさそうだ。今楽にしてる。母親の命は預かった。この使い魔がこの意味がわからない。それでいいんだよ。この命聖地君よ。俺は俺に殴られるだけのおもちゃだ。わかったか。
ロートのやつ相変わらず汚ねえって使いやがって。チャンスは二度はない。ことが全てだ。何かあるな。微動だにしません。戦意を喪失したのでしょうか。とか言えよこら。その目がよ、屈辱に満ちた面を楽しみたいんだ。分かったか。言えねえよな、優しい周一君はよ。断る。何？押したければ押せよ。指が、体が動かねえ。うんざりだ。今まで呆れ返るほどいい顔。俺当てたあの小石は気をそらせるおとりだったのか。死ぬ。気づいてたのか。よかったな。中堅前へ。中堅前へ。なめた真似をしてくれたからな。六遊会チーム前へ。貴様が砕いたタックの切り口を見たぞ。相手にならんの。いい腕だ。殺すには惜しいくらい。聖者第一号だ。邪王は変殺け。ただ倒せばいいだけのルールだ。壁に信じられねえ。全て焼き尽くしてしまう。この世に残るあの影だけだ。スカッとしたぜ。2対1だ。楽に殺しが楽しめるって言うから来たんだよ。チュウ、ほら実況の姉ちゃん、ちょっとこっちおいで。おう、ナイス。あんがとよ、姉ちゃんだ。2人を殺した時にも殺気が感じられない。あいつさえチュウさえ出てくれば。おめえ通訳なんかしてねえで、早く誰か連れてこい。は、はい。いつも軽く運動しねえとな。軽くだと。ウラメシがどれほどの鍛え方をしてきた、じっくり見せてもらいましょう。楽にだと、それは違う。ゼルの強さは本物だった。犠牲にしたんだ。あの右腕はもう使えないだろ。ゼルとは全く別の何かわからないだろ。俺が弱いのはジャンケンだけだ。喧嘩は強い。本当に強いぜ。さっさとやろうぜ。俺はもう待ちくたびれっつって。ああめえ、俺の強さを信じてねえだろ。あるよな、そういうことって。オリオットは俺の酒。ダメだあいつ。めでてえやつだぜ。ただの水系がねえな。手置きの裏技があるんだろ。やっちまえちゃう。殺せ。ただものじゃなさそうね。目だ。久しぶりに見たぜ。エハドを源流とする奥義を。奥義？一体それは何です？何？はい！もらった！その間に中選手は5発も叩き込んでいました。ちょっと早い石の速さ。一人のところで避けてやがる。販売はありやがる蹴りだぜ。おい、なんだ、おめえとは結構気が合いそうだわ。おい、あんたどうした。お手調べも終わらないうちに。終わりか。ガードしなきゃ死んでるぜ、今の蹴りで。ああ、そうだ、俺もバトル前で。こっちもウキウキしてきたぜ。街の間もだいぶ飲んだ。酒の周りがおいおい。俺の裏技よーく見ておけよ。なに？なんだ？一体何が起こるんだい？さっぱりわからない。チュウ選手、大丈夫ですか？